寄せチャンネル。じゃあ続きまして、ドクマムシさんは、子供の頃はどんな感じでしょうか。こんな感じでしょうか。子供の頃はね、男子も本に全部書いてあるけどね、俺可愛かったんだよ。可愛かった、っていうのはね、人間二十歳ぐらいになってどんどん変わっていくよね、はい、もっと十いくつで変わっていくよ、はい、だから変わるっていう大きな見本だね。小さい時は兄貴がね、俺を抱いて近所の、店に行くのが楽しみだった。可愛い子だ可愛い子だって言うんで お土産をたくさんくれたらしいんだよね。あ、うん、だから小さい時はチョコマカした子。チョコマカ、まあ、今でもしてるけどもね、チョコマカして落ち着きのない、早く落ち着きなさいこの子はっつって。あ、うん、それからね、お寺わかるな、はい、お寺でねこういう鐘があるだろ。鐘ありますね。ゴーンね、はい、上人に無名の方は約千万行程行程払う行程なゴーンって打つ鐘があるよね、はい、こういう大きな、はい、ね、お袋が、はい、俺を寺へ連れてったけどあんまり泣くんで、はい、うるさいって言うんで、そのあのね、はい、あの鐘の中が俺をちょうど入るわけ。入るんですか。うずめ子みたいな、あ、ね、こう子守のこう藁でできたのみたいに、その中入れといたの、はい、ね、それで何時間か経ってはいはいっつって出したら、俺が泣くんで見たらその中でしょんべんしてたんですよ。ほんで住職がしょうがねえなっつって怒ったらしい。怒ったってしょうがないしちゃったんだからね。しちゃったんですもんね、うん、だからしょうがないでしょ、中にちょうどね。だからそういうふうになんか、やんちゃな子だったとはよく言われたよね、あ、小さい時はね。そうなんですね、うん、だから今でもまあ少年みたいな感じが残ってるっていう人もいるよ。そうですね、うん、まだすごいイケメンというかまだ若々しい感じなので。この野郎お前16でお前お世辞やって。俺がイケメンなわけあるな。そうだ、ね、いや木村拓哉さんですから。あ、そうかそうか、はい、ありがとうございます。なんかあのウィキペディア見させていただいたんですが、中学生の時に、うん、中学生のウキペディアです。それ新しい薬か。いや薬じゃなくてネットのなんか掲示板みたいなやつですね。ネットでネットです。ネットです。ネットってのは熱いよな。熱い、あ、ネット、そっちのネットじゃないんですけどもね、うん、確かに似てますけどもね。ウキペディアで何て書いてあるの。中学生の時に、友人と、金の鳴る丘のオーディションに行って、うんうん、でそれで子役デビューされたんですね、うん、そうだよ。すごいなと思いました、うん、なんですごいんだよそんなの。それは昭和23年だから、はい、日本が戦争で負けて3年しか経ってないんだよ、はい、だから焼け跡がまだある時だから、戦争でね親が亡くなって、はい、子供たちが不良になっちゃったわけね。不良少年になっちゃうわけだ。学校も行かないし親がいないし食うもんもないし、だからスリやったり、それから人の家に入ってなんか持ってきたりなんかしたりにね、あのご飯を盗んだりなんかそうやって食ってたの。上の家なんかにいたのたくさん、はいはい、そういう子が不良化しないようにというんで、はい、マッカーサーってのわかるかな。わかります、はい、なんとなく知ってます。どういう意味だ。マッカーサーってなんか偉い方ですよね、うん、そうそうそう、はい、うん、マッカーサーっていう大きな傘があったんだよ。あ、傘、うん、マッカーサー、松傘立てて門ごと、松茸だね。あ、松茸、うん、そうかそうか。松傘、マッカーサーという総司令部の長官がいたんだよ。長官わかるか。はい、長官、勇敢あるだろ。あります、あります。勇敢よく買ってます、ね、そうか、はい、その勇敢じゃないよ。バーそうか、いいか。そのでマッカーサー長官っていうのが、はい、日本にそういう子供たちが不良化しないようにというんで、はい、菊田和夫という人に頼んで、はい、ね、お前書けと、不良化防止のために、ね、はいはい、その戦災孤児の本を書いたわけ、はい、でドラマになって映画になってラジオになって人気が出たの。金の鳴る丘、緑の丘の赤い屋根っていうね、はい、そういう歌が流行って、ね、それでその不老児の役を俺が学校へ募集しに来たの。そうなんですね。中学1年だから俺が進んで出たんじゃないの。
たまたまその試験の会場にオーディションの会場に一緒についてってあげたの。そしたら君も一緒に読めっつったら読み方が得意だったの。あ、うん、で、ちょこちょこしてるでしょ、おしゃまだ、体は小さいし、うん、で不老児の役にいいって言うんだよ。俺当選しちゃったの。当選というか、うん、受かっちゃって、それで地方巡業で行って、で1日100円もらったの。100円、うん、その時に村長の役をやってたのが森重さやさんっていう。あ、すごいですね。森重さん分かる？知ってます。ああ、偉い偉い、はい、で、俺も出て、それが半年ぐらいで学校が休めたわけだ。あ、公に。本当は休んじゃいけないんだよ、義務教育だから、はい、ね、でも休めて、3度3度飯が食えて、で1日100円もらうって言うんで親孝行だったわけ。ああ、うん、そうなんですね、うん、じゃあ周りの子供たちがみんな不良になった中、徳豆さんだけはオーディションで子役になったんです、ね、戦災孤児の人は親もいない、名前も分かんないような、だからみんな不良になっちゃったわけね、うん、だからそういう子たちが不良にならないいうようにするドラマだったわけ、うん、だから俺不老児の役だった。そうなんですね、うん、だから不老児の格好をして、はい、舞台に出たわけよ。それがうちから着てったのと同じ衣装で、同じぐらい汚いものを着てたんだ。あ、そうなんですか、うん、当時な、その学生服は本当に、夢だよ俺たちにとっては。あ、この制服ですか。昭和23年、ご飯がないんだから。ご飯が、うん、芋とかね、かぼちゃの皮とか、はい、そんなの食ってたんだから。今幸せだよ。幸せですね。ラーメンが15円とか20円の時代、当時ね、はいはい、うん、お父さんも知らないよそういうことはね。かなり昔ですよね、うん、今から400年ぐらい前だからね。400年、そうなんですね。感心するなよお前。あ、そうですか、うん、認めちゃいけないよ、はい、計算してみろよ。計算します。あ、うん、じゃあ70年か80年ぐらい前ですね。そう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 、今85歳ですもんね。そうだな、ね、うん、すごいお若いですよね。そうか、今日また床屋の後だからかな。そうですね、うん、そうですねってなんだお前、そうじゃありませんよって言わなきゃダメじゃなかった。そうじゃありません、うん、そうですね。ということで、続きましてなんですけども、マムちゃん寄せっていうのも昔、今やられてるんですよね。っていうか今ね、はい、コロナではできないよね。あ、だから、2年半ばかりできないけれども、はい、まあ元気になったら、元気って、世の中元気になったらやろうかなとは。あ、うん、私もなんか寄席を企画したいなと前から思ってたんですよ、うん、16歳で16歳で、うんうん、で最近やっぱ単独ライブとかも頻繁に企画してまして。歌も歌ってんのか。あ、歌も最近始めました。お、はい、どんな歌。私紙芝居を1年前に始めまして、でゴーゴー青春紙芝居っていう歌を作ったんですよ。でみんなに紙芝居ちょっと歌ってみな。今ですか。いいよ。今日も来ました、この町に。もういいよもういいよもういいよ。何それ、紙芝居なんだろ。紙芝居です、はい。で紙芝居ね、自転車で行ったの。自転車です、はい。あ、そう、今浅草で普段やってます。あ、紙芝居は今やる人いなくなっちゃったの。そうですね、荒川区にいたんだよな。あ、そうなんですか。荒川区にね、紙芝居を作る人がいて、やる人がいてね、うん、で、から遠京さんってね、はい、死んだ時に遠蔵さんになってるけど、遠蔵さんもともとお父さんが紙芝居屋で、紙芝居やってたんだよ自分で。そうですか。で手持ちでって、箱を手持ちで歩いてたから、自転車もない頃だ。はー、うん、だからバカにされたって子供に。そうです、自転車ないっていうふうに、うん、そうそう、手で持ってたって、ね、だけどそこで人に喋るのが上手くなったって。ね、かわいそうなのはこの子でござい、さあ見てらっしゃい見てらっしゃい。で紙芝居は子供が少ないわけ、雨打ったりなんかしてね。で子供が少ない時には3枚ぐらいいっぺんにめくっちゃうんだって早く終わっちゃう。はい、というわけで続きはまた明日だったら、後ろで見てた子がね、はい、おじさん3枚いっぺんにめくったらダメだよずるしちゃって怒られたって君は自分で絵描いたの。父が描いてくれてます。お、はい、お父さんそんな才能があるの。あります、あります。絵がうまいの。え、めちゃくちゃうまいですね。へー。でヨンちゃんって話を今作ってますね。あ、ヨンペイだから。あ、そうです、そうです。おー、日本テレビでやるんだろ。日本テレビ、うん、ヨンチャンネル。あ、ヨンチャンネル、あぜひ日本テレビでヨンちゃんやらせてほしいななんて思ってますけど、うん、ありがとうございます。続きまして、
自分商店自分よく見てるんですけども、うんうんうん、座布団運びされてるって聞いた時すごいびっくりしたんですよね。まあ昭和45年ぐらいだからね。そうですね、うん、今から50年ぐらい前だから、はい、見てないだろうし、見てないです。その時の資料が残ってないんだよ。写真ぐらいしか。へえ、うん、まあその時だから VTR がなかったんで、はい、どん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 ね終わっちゃってたんだね。あ、だから資料がないんだけどね、動く絵がね、はい、うん、だからやったけどね、はい、俺は役者だったじゃない、はい、から立川談志が司会でやったわけね、はい、だけど、はい、座布団運ぶのうまくいかなかったな。あ、そうですか。そんなことやったことないもん。そうですよね、うん、で嫌だったもん。いやいややってた。いやいや、うん、でドグマミサンデーって名前になっちゃったから余計嫌だったよね。ほんでね、ウルトラマンやなんか見てたから子供がたくさん来ちゃったの、後楽園ホールへ。おー、うん、したら円楽さんたちがガキ向こう行けって随分追っ払ってた。うん、だってウルトラマンでヒーローだったわけですよね。ヒーローっていうか、まあ、あの隊員の一人だよね。隊員の一人が急に座布団運び始めたっていうんで、うん、子供さんがっかりされ、いや、びっくりして、びっくりされました、ね、うん、なんであんなことやるんだ、あの宇宙のウルトラ警備隊がね、科学特捜隊がなんてやるんだっつって随分文句が来たね、日本テレビにね。そうなんですね、うん、いやだからね、だけどそのうち子供たちが俺が、やってるうちに面白いっていうんで、小話を作ってくれたことがあるよ。小話、うん、あの今山田がやってるよね、はい、で、俺がやってる時にも小話を喋ったの、はい、から答えたのよ俺が、はいはい、あのお題で、お題で、うん、受けなかったけど、あ、何回かあるの答えたのがね。それであの、小話を最初に言うの、はい、ね、ドグマムシさんだよです、じゃあ小話を一つって言うんでね、おい、おい、おい、そこに蛇がいるね、うん、あの何匹いるない、うん、ニシキヘビですとかね。そういうのを作ってやったらね、子供がね作ってくれてね、随分、子供が作ったのをやったことがあるね。あ、寄せチャンネルよろしくお願いします。日本唯一の落語寄せ専門チャンネル、寄せチャンネル。さあ旦那、語れバカ。おいしゅうございますな。切れなかったんだよ。人気実力ともトップクラスの話家や、それもしまな、新進気鋭の若手話家、どこさんのコーラさん、あ、ちょいちょいコーラ、さらに寄せを盛り上げるお笑い芸人が登場。お笑い番組を毎日放送、寄せチャンネルをお楽しみに。